新平家物語第746回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城治彦です滅びなき人々、はああ元のシャバへ近づいたなあれきり7年も見ぬ世間だ先に日向灘を去った宇佐ネは中津で荷を下ろしまもなくまた文字ヶ関へ向かっていた 幾余かの戦場で那須の大八郎は目覚めるごとにつぶやいた。昨日までの山中生活が懐かしまれ、船足の後に立ち消えてゆく歌方にさえ後ろ髪が引かれる。この船は彼の身柄を文後の守護大友義直へ渡すため特に開港を命じられていた。しかし我から山を降りて地頭へ自首して出た大八郎である。 何の拘束も受けけていいるわけではないただやがては大友義直や鎮西奉行らの前でこれまでの一心の経過や心象をつぶさに述べなければならないのは覚悟の前だった吟味は形だけのものと思われるが形式にせよやはり鎌倉表の意向をもって近辺の沙汰が構いなしとならなければ真に解放された身にもなりえず。 また名残多い椎葉を去って元の世間へ降りてきた目的も届かないのはもちろんだったそれさえなくばその枷さえ世間になければ偽らぬ腹の底である彼にも恐怖があったもし自分が帰国しなければ国元の那須一族は取り潰されるであろうという 八年前、大八郎が飯に応じて故郷を出た頃、兄の余市は病中だった。その兄を思うと忍びえない。一旦はシーバの山奥に生涯しようとした彼が山を降りたのも、理由はただただそのためと言ってよい。そうだ、と彼は今日の船地に思う。明日は文字ヶ関へ着く。まず第一に守護の長では逐一の尋問を受けよう。 その折の用意にざっと覚書きでもしておこうかひねもす彼は船底で記憶をつづった日が五ヶ瀬川の川尻の一夜ルニンブレの大麻の太郎にも一旦は話したことだが今は人に示すためにでなく自分の心の底を探り心の過去をもう一度たどり直すつもりで旅すずりへ向かってみた 鎮税奉行人の軍が実際に九州での活動を見せたのは文治3年以降であったもちろん土着のつくし諸島も協力をいやおうなくされた稲森は反逆人となる覚悟を要するまして義経加担の者の動きなどがこの地にあろうはずはない総統の目標はすべて微力な平家の落武者にあるだけだったその平家残党も 天の十日ゲラが下ってくると聞こえた日から従来よりさらに奥の山岳地方へ皆書き消えてしまっている鎮西軍の物々しさに引き換えその敵はおよそ哀れな無防備なしかも見えない相手でしかなかったのであるしかしこれも天下統一の総仕上げの一つとして遠い鎌倉幕府では重大視している 鎮西警察の兵は幾十体にも手分けされ、およそ木の根草の根も分けての追跡ぶりだった。那須の大八郎もその一方面にいたが、苦渋の山奥に陣縁を見た者があるという、取り逃がすな、との指令を受け、時を移さず一前進した。苦渋では人も見ない。しかし、人のいた痕跡はある。さては、兵家の住むなるぞ。 しかも火を用いた様やねぐらの跡も少人数とは思われぬ。大八郎は言った。無者当然な光明心にも燃えたのは争えない。分けて今度の従軍は病中の兄与一に変わってきたのだ。どうでも人手柄はと帰している。で、それより先は阿蘇外輪を望む文字通りな山岳頂上ではあったが、人の足跡は見落とすな。煙にも心をつけよ。 剣荘へ向かったら馬も捨てろ見つけるまではどこまでも追えと無に無さん見えぬ敵を追った出会うのは猿の群ればかりである十数日も渓谷や森林や山脈の頂角をさまよい歩いた馬も捨てなければならなかったこりゃ下手をすると追っ手の俺どもの方が餓死するわ友軍の将は馬鹿らしいと言って祖母山から引っ返してしまった 残るは、ナス以来の手買いの小勢があるに過ぎない。けれど大八郎は疲れたように、なお見えぬものを追っていた。いや、数日後には、ついに一軍の人間を見た。心ここは、比後日向の境を成す天井と言っていい。人石未踏とは、こんな地下。 おそらく平家の男女も「よもやここまでは」とかつての映画など前世のことのようにただ路名を地につなぐだけの願いを細々と煙に立てていたのだろう「すわ源氏武者か」と知ったらしく雨露をしのいだ跡を捨てて逃げまろんでいくのだった。 平家の残党などと呼べば小荒らしくも聞こえるが、その中には手を引かれるほどな幼子も見え、老人や若い女も混じっている。大八郎は追っかけ追っかけ、それらの者の,の影をまざと目にする距離まで縮めたが、ああ、待て嫌など放つな思わず部下を制してしまった。いやあ、哀れ、女子どもがおる。 武者もこなたへ立ち向かう様子もないただ行く先を見届ければよいぞしかし鳴き声を包んで逃げ惑う平家人らはそれとは知るはずもない半日も走った末一軍は五日の所から五木の方へ落ち他の人数は三方山の陰から利根川のさざれ水に沿ってそこの峡谷椎葉の辺りへ皆陰を沈めてしまった もう囲いの中へ追い込んだも同じだ急ぐことはない近くに野営を置き数日にわたってシーバの貝を探らせた驚くべき法が集まったそこには以前からの落人部落が営まれていたおそらくは壇ノ浦の直後からか平家一門のうちでも餃子の人々やその妻子召使いなども逃げ入っているらしいという 丸木の柱に茅やしのを吹き、家とも言えないつ木だが、ある人村を屋敷と称し、ある人構えは御所と呼ばれている。さらに小さな小屋は幾重か知れず、また近くの峰の上にはささやかな社型を立て、平家の氏神、厳島神社を祀っているというのであった。しめたこれまで来た苦労も無駄ではなかった獲物こそ 大八郎は若い胸を膨らませた。やじり長江を研いでおけ。ともあれ今日はそのあたりを自身しかと見届けてまいるから。国見峠の陰に兵を待たせ、彼は一つの峰へ登ってみた。なるほど。兵の言葉はどれ一つ嘘ではない。だが彼の瞳は兵の言葉には出なかったものを見た。それは。 峰懐のわずかな平地や傾斜の藪を焼いて耕した見るからに頼りもない痩せ地の段々畑であったいつか月日も頭にかすんでいたがもう人里は晩春であろうようやく遅い春がこの山海にも訪れている段々畑に燃えかけているのは何の目であろうか大八郎はふと哀れを覚えた こんなにしてまでも人は生きたい願いを地に描くものか。つい十年の前は六十余衆の大半を漁した一門の上がそしてまた、労働にもなれない男女の営みなども思いやられた。黄昏れてきたが、椎葉の屋根からは水源らしいものも立ち上らない。彼らは源氏の兵が立ち回ったのを知って恐れわらな,ないているのだろう。 だが、夜の食べ物はどうしているのか、やがて酔いとなっても一点の火も見えなかった。との、どうなされました。あまりに彼の帰りが遅いので、見に来たのであろう、家来の五六人だった。いいところへ来た。と、大八郎は我に帰ったように言った。明日で酔いが、お前たち軍師となって椎葉のうちの親方と呼ばれるお人のところへ参れ。 いかなるお指図を携えますか幸福を進めるのだこう申して彼は工場を授けたそして家来たちが陣場の方へ立ち去るとごろりと仰向けになった空は月だった人里はおぼろよであろうが病とした夜霞は山よりも下だった この静かな麗しい自然の中では、およそ敵と呼ぶものを意識に持つなどは不可能に近いことを彼は知った。どういう憎しみも湧かないのである。もし降伏しなかったら。としてみても、この谷合の男女を皆殺しにする気にはなれそうもない。我は源氏、彼は平家。そう並べてみてもおかしいほどだ。 一辺の光明心などは浅ましい思いがするだけで進化も月光に溶けてしまうあるのは人間だけであるなぜ地上ではあんな対立が正気のもとに行われたかといぶかしいはて降伏してもここの男女を地上の人手に渡したらどうなるか大八郎はつらくなったいやいつか彼の考えも変わっていた 落ちうどなればこそだが人と人との血みどろも見ないでいいここの天地は下界でも心ある者が探している幸福そのものの境ではないか人の残祖にあって郷里へ引きこもり以来病に伏してしまった兄のい市やら鎌倉の負の氷里やらひいては頼朝と義経のいきなどを思うにつれ彼はその醜さに「はあ」 わしもその中の中人かと立然としたそして峡谷の段々畑に長い日当たりさえ続くものならと羨望に似たものすらいつか覚えてくるとはいえ彼自身が平家人の中に溶け入って落人生活を共にしようなどとはその晩はまだ思いもしないことだった。 正体とはいえ追悼軍の一生であるやがて月の下を陣所へ帰り眠りつくまでも「なんとか策はないものかあのままにそっと見逃しておいてやりたいものだが」とそれを苦慮し始めていたのみだった落人たちとの交渉は長引いたいや大八郎が意識的に日を延ばしていたと言えなくもない幸福は拒んでいないのだった。 けれど彼らは囚われて再び世間へ生き恥をさらされるのを死以上にいとうている。だから幸福は死を意味する。是非もない。男は皆死ぬ。しかし女子供は許してほしい。それも頼朝殿の保証では信じられぬ。ここには院にそば地こをお仕えしている苦行のご血縁もおられるのである。 お使いをはして院のご有面と保証を頂い,いて賜われというそう愛想してやまないのだ抵抗の様子などはみじんも見えない落人たちのどの顔も運命に徹していたわずか数年でも自然の慈愛に抱かれていたせいか身なりこそみんなつづれをまとっていたが世間には見られぬ平和な目をしている 微笑めば男どもでもで美しい以前の平家人の匂わしさも忍ばれる幾度か相互の使者が行き来したそのうちにこれへ来ている将は那須の与一の弟ごと知れたのであろうある日女の使者が来た玉虫という女将をご存知ですかと彼女は使者の役を済ました後で言った 屋島の裏で与一宗隆殿がいた扇の的の下に立った女将ですとも付け加えた覚えておりますともしてあなたは親の名は言えませんがあの玉虫に貸し付かれていた平家の姫の一人ですまだ幼うございましたがではその玉虫もお中殿たちと一つにこのーバへ来ておられるのかい,いえ玉虫は 二の雨神と共に壇の裏でうせはてました。ただあなた様が那須のご社亭と伺って昨夜も日のないむしろで宵一殿のあの日の見ごとさを見なしで語りようたことでございました。そしてその宵一殿のご社亭とはどんなお方かと思う。これにつけ。 落ちどのうちには二位の尼の謹慎者や五の中納言も盛の打ち方とか門脇殿の宴類などもいるらしいが彼女のみでなくそれらの人々のミス情は決して誰も口を割らなかったまた大八郎も強いて正そうとはしていないなぜなら彼は非一日と落人たちの生活に強い関心を持ち始めた 当初は同情であった者がどうかと変わっていく自分を自分でも認めている一度死者に見えた彼女とはその後しげしげ会うようになった光源も花につづられてくると青い夜霧の中の2人だけの影がたびたび見られた那須の兵は大八郎の変わり方を知っていただから やがて彼が改まって決意を告げてもにわかに驚きはしなかった。殿がそれまでのお心決めとあれば是非もない儀我らも終生をと皆同意し平家の人々と共にここの山中生活を一つにしようと申し出たけれど祭祀のある者には無謀すぎる。 世間で口外せぬことを誓わせてそれらは国元へ返したそして残った老頭と大八郎とは部落に入ったその上彼女との同棲は平家人全ての嬉し涙のうちに祝福されたいやここにはもう平家も源氏もなかったのである大八郎も石ころ畑を耕したり狩猟にも歩いた 老党たちにはなおそれぞれな職能がある泊まれ数年で時給の道が開けたそれは地上のいかなる悪も再び持ち込みようのない天地だったここでは一人の富の積みようもなく映画や権力の争奪もありえない老用を除いては皆働いた楽しみは平等にあった依然行われていたのは礼儀だけである 人と人との尊重や愛情の細やかさなど言うまでもない少なくも数年はそうであったやがてこの回でもあちこちで子が生まれた大八郎と彼女との間にも姫が生まれたしかしこうして数代子から子へと長い歳月が流れていった でもこのままの愛情といたわり合いに満ちた人間同士の営みが悪も育てずに続くだろうか、可能だろうか、そういう疑問も、まれには大八郎も考えぬではないが、壇の裏までのあの豪の世代の記憶を、ここの人々が失わない限りはと信じられた。百年の後は知らず、彼はここの日々に満足した。ところが、 夢は破られた。いつか死後職の手下に探知されていたらしい。大友義直が所管による勧めは定規のあるものだったが地獄の迎えに等しかった。彼は決意を余儀なくされた。が今は平家でもなくただ自然の慈悲のもとに生きるだけの人々のために山中の居住だけは長く許してほしいと嘆願した。そして その許しが得られた喜びを、分かれる日、山中の涙の目へ告げて山を去ったのだった。自衛四年の壇の浦の日から九年目、大八郎が世間に消息を絶ってからとすれば、いつか七年目であった。 朝のいらぬ日ですよろしければいいねとチャンネル登録コメント投稿などをお願いしますまた私たち演劇クラブ座をぜひあなたの力で応援してください詳細は動画の下概要欄からどうぞ